coming back to tell me you're sorry that you take back all the things you said just to hurt me. And love just went cold, but I'm still burning. And love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. はい、皆さん、こんにちは。今日は2022年4月やばい、分かんなくなった。3日ですね。3日日曜日、今日は今ね朝の10時半あたりです。しかし今日はさ、そうスモーガスバーグのプロスペクトパークっていうね、ブルックリンのちょっと下のあたり、南のあたりにある場所、ある公園で今日はさ開催なんですけど、雨みたいな、ちょっと濡れてきた、そして寒いって感じです。もうまた寒いよ。この間のさ、ワールドトレードセンター金曜日もめちゃくちゃ寒かったのに、今日もさ寒いし雨だし、バッドコンディションです。そして早く着きすぎた。うちからここって車だとすっごい早いんですよ。10分ぐらいで直進だから。でもさ、電車に乗ると1回マンハッタン行ってぐるって回ってこないといけないので、そう、時間がさ多分1時間弱かかるんですよ。だから早めにと思ってきたら全然早く着いちゃった。まだ10時半っていう、あと30分もあります。まだまだ全然設営中、見えるかな。でもまあ行ってみようかな。どこもないもんね。じゃあ行ってきます。頑張ってきます。やばい、まだまだマジで全然だ。30分も前だからね。ちょっとぐるってしても何にもないね、これ。そして場所はどこだろうな。でさ、今年結構場所、今年っていうか毎年場所が変わるんですよ、出店するこの場所配置というか。あったあったあった、私 あのいつもお世話になってるお店見えました。右奥だ。いい匂いがする。どこだ、チーズステーキかな。今みんな頑張って準備中です。ウィリアムズバーグと同じぐらい、もよりちょっと狭いのかな、ベンダース。でもワールドトレードセンターよりは確実にかなりかなり広いです。この間隣だったね、ロブスター。今日は雨だけど、まあまあ混んできた。まあまあ、まあまあね、まあまあ。で帰ってきました。近くまで
寒い。今日もここのフードトラックは盛り上がってますね。さあ、ちょっと久しぶりにね、こう飲食店で働いていて楽しい。やっぱり私接客好きやんって思います。さあ次ね、5月からねちゃんとまた働きに出ようと思っているので、どんなとこで働こうかな、それだけをね最近ずっと考えてます。というわけで今日はめっちゃ短くなっちゃったけど、ここら辺で終わります。ではでは皆さん、また明日。バイバーイ。